はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル利用編極上、こちらのフロア3ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダータロスケですね。先導30分しか持たないをつけています。そしてナイフディオですね、積もる波ナイトラ焼けをつけております。そしてフレンドはムタディオですね。では行きましょう。もう完全にムタディオでの、あ、ムタディオじゃないですね、ナイフディオの CS で攻略していきます。タロスケを入れてるということは状態映像がねなくなるからという意味で入れています。さあどんどん倒していきましょう。はい、1ラウンドクリア。続いて2ラウンドですね。まあ、特筆することはないですね。だけで倒せます。無事クリアですね。2ラウンドクリア。そして3ラウンドですね。ナイフ CS で倒しちゃいます。さあ増援です。最後に第4ラウンドです。さあここも何も考えずに消えて終わりです。増援も出てきました。おっとここでムダリオがやられてしまう。さあ大変なことになりましたが、ここは何も問題はありません。さああとはリサリサ先生が倒れてくれるのを待つのみ。リサリサ先生、さあリサリサ先生がうまいこと動いてくれるか。これは倒れてくれてない。まだ倒れない。さあ行きましょう。まあ最悪ね、ナイフデュオで
倒すっていうのも言ってるからね、あ、倒しましたね。はい、終わりです。最後だけタロスが活躍してくれました。はい、無事倒すことがね、攻略することができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次はね、屋上の最後のフロア4フロアですね、こちらを攻略していきたいと思います。ではラストタイム。